はい、どうもこんにちは。今回はパソコンの選び方徹底解説その3ということで、どんなパソコンがあるのか知っていきましょうということがメインテーマでございます。この企画自体はですね、3本の動画から構成をしているんですけども、前半ではですね、PC を選べるようになろうというテーマのもと、前後編に分けてそれぞれ CPU って何なのとか、メモリの容量の選び方とか、SSD がいいのってなんでなのとか、そういったところを、細かく解説させていただきました。今回の動画はですね、どんな PC があるか実際にじゃあ知っていきましょうというテーマで、用途別におすすめなパソコンっていうのを私が独断と偏見で勝手にピックアップをして、価格帯とか型番とかそういったものを一挙ご紹介できればと思います。この辺の知識っていうのがある程度理解できていることを前提に、このパソコンの実際のね、選び方っていうのを、お伝えできればと思いますので、まだ PC を選べるようになろうを見ていただいていない方は、ぜひこちらも見ていただけると幸いです。じゃあね、実際にパソコンを選んでいきましょうというお話になりますが、今回はですね、パソコンでやりたい用途っていうのをいくつかに分類して、それぞれこういったパソコンがいいんじゃないかといったところをおすすめさせていただきます。とりあえずおすすめ教えてくださいって言われても、じゃあどういった用途で使うんですかって話になっちゃうので、パソコンのね、選び方にとっては結構大事になってきますので、意識していただければと思います。ではまず、ウェブブラウジングとかそういったことを中心にしつつも、まあ、あんまり対応はしないかなという人、かつ速度が遅いのはちょっと嫌だなと思っている人向けには、こういうスペックがいいと思います。 CPU に関してはインテルなら Core i3、 AMD なら Ryzen 3、ちょっとオーバースペックな感じもするけども、まあ、この辺が候補に入ってくるんじゃないかと思います。メモリと SSD については、それぞれこの容量以上を買っておけば間違いありません。この数字の根拠っていうのは PC を選べるようになろうで取り扱っております。じゃあ実際にね、価格 .com を使ってこれぐらいのスペックのパソコンの相場っていうのを見ていきたいと思いますけども、最安なら5万円前半ぐらいからラインナップがある感じです。まあ、やっぱり安いメーカーとなってくると、レノボやデルといったところで海外のメーカーがほとんどを占めます。国内メーカーだとね、ちょっとお値段が、相場よりも上がる、そんな印象ですね。それではですね、トラさん的セレクトということで2台ピックアップしておきました。1台目がですね、 HP が出しているノート PC なんですけども、15.6 インチの画面サイズで少し大きめではあるんですけども、 CPU はですね、 Ryzen 3 5300U 搭載で、インテル Core i5 のちょっと古い世代ぐらいのね、性能を誇っているということがあったり、指紋認証 Wi-Fi 6 も搭載ということで、結構最新の機能を兼ね備えていて、お値段が 5万4000 円からとなっているのは非常にコスパがいいなと思います。あとね、画面が大きいノート PC であれば10キーがついているので、数字の入力とか Excel で操作といった際には、この10キー付きの 15.6 インチノート PC がおすすめだったりします。もう一台はですね、レノボが出しているアイデアパッドスリム550シリーズです。インテル Core i3 搭載の PC をあえてここに例に挙げています。値段帯はね、6万円弱ぐらいということで、Ryzen CPU 搭載のパソコンに比べるとちょっとお値段は上がっちゃう、そんな印象ですね。こちらのアイデアパッドに関しては、画面サイズ14インチで重さ 1.5 キロ以下ということで、大きさと持ち運び性を両立したモデルになっています。キーボードに関してはバックライト付きのキーボードとなっていて、指紋認証も搭載しています。続いての用途はですね、これ一番望んでる人が多いと思いますけども、ウェブミーティング、まあ、ズームとかチームス会議を使って、まあ、大学の講義をリモートで受けたりとか、まあ、仕事で使ったりという想定をしつつも、まあ、とりあえず快適に何でもこなしたいなという人には、これぐらいのスペック以上のパソコンがおすすめです。CPU に関しては、インテルだと Core i5、AMD だと Ryzen 3でもいいんですけども、まあ、Ryzen 5といったものも候補に入ってくるかなと思います。メモリ容量については、まあ、将来性、長く使いたいと考えるのであれば 16GB 以上をおすすめします。まあ、最低でも 8GB 以上はあった方がいいです。はい、それではですね、実際にどれぐらいの価格相場なのかというところを見ていくと、最安でまあ5万強ぐらいから一応あるのはあるかなという感じですね。相場だと7万円前後ぐらいからラインナップされている感じです。
やっぱりね、この安い PC を陣取っているメーカーっていうのはもうほとんどレノボと HP、まあたまにデルが入ってくるかなぐらいで、やっぱりね、海外メーカーが強い印象です。で、ここちょこっと書いてますけども、持ち運びするならこの価格帯ということでですね、画面サイズちっちゃい持ち運びできるノート PC なんだけども、価格はね、相場よりも1、2万ぐらい高いものになってます。え？ちっちゃいパソコンなのになんで高いんだろう？って思ってる人もいるかもしれませんが、パソコンをね、小型にしようと思うと、パーツもね、どんどんちっちゃくしないといけないですし、限られたスペースにうまい具合にパーツを配置していかないといけないということで、大きい PC よりもコストがかかるんですね。なので単純に価格は高くなっちゃいます。まあ大学でも使いたいとか、カフェで作業したいという人であれば、これぐらいのサイズ感の PC が一番使い勝手いいと思いますけども、価格帯もこれぐらいまで上がってしまう可能性があるので、その点は注意が必要です。じゃあ、トラさん的おすすめということで、2機種ピックアップしています。価格とかスペックとかを見ていくと、ちょっと今回はレノボが結構強いなという印象で、2機種ともレノボをピックアップしています。左側の機種に関しては、先ほど紹介したアイデアパッドスリム550の AMD Ryzen 5 5500U 搭載版のパソコンです。Ryzen 5 5500U に関しては CPU が6コア搭載になっていて、性能はかなり高いです。重さもね 1.5kg 以下の14インチサイズなので、持ち運びと画面サイズを両立したモデルになっています。画面の縁も狭くてね、あまり古さを感じさせないデザイン、シンプルなデザインっていうのも高評価なところです。でね、値段帯が相場よりもちょっと高いなって思ったかもしれませんが、今回ピックアップしているのは SSD が 512GB のモデルにしています。なのでファイルとか、写真動画とかそういったものをより多く保存したいと考えているのであれば、これぐらいの価格以上はかかってくるという印象です。そして右側、こちらはレノボなんですけども、シンクブックというシリーズですね。画面サイズは 15.6 インチで、まあどちらかというと自宅用途向けになっているんですけども、メモリが 16GB を搭載していて、複数のアプリを同時に立ち上げて作業をしても快適に使うことができると思います。またこちらの機種に関してはですね、サンダーボルト4という端子が搭載されていて、拡張性が高いことがポイントになっています。サンダーボルト4端子っていうのはね、まあ詳しくはググってもらえればいいんですけども、USB Type-C の形をしていて、超高速な通信が可能になっています。外付けグラフィックボードなどとサンダーボルト4で接続をすることで、こんなノート PC なんだけども、ゲームが動いちゃう。っていうこともね、可能になるので、それだけ拡張性が高いと言えます。はい、続いてはですね、ワード、エクセル、パワーポイントといったオフィスを使いたいという人向けの選定です。スペックに関してはですね、オフィスを使うレベルではそんなに高性能なものは必要ないので、先ほど解説した性能というのを参考にしていただければと思います。まずマイクロソフトオフィスを使いたいのであれば、オフィス付属のパソコンっていうのがあるので、これを買えば OK です。ただですね、 WPS オフィスとかキングソフトオフィスと呼ばれるようなね、ソフトウェア、まあ要はマイクロソフトオフィスのパチモンが付属している製品もありますので、ちゃんとマイクロソフトが出しているオフィス製品が搭載されているかは確認が必要です。あとですね、マイクロソフトオフィスにもいくつかバージョンがあって、ワードとエクセル、アウトルックが使えればいいっていうことであれば、パーソナルというものでいいんですけども、パワーポイントとかワンノートを使いたいということであれば、ホーム&ビジネスというものが必要になってくるので、ここも注意が必要です。まあ、大学生であればね、パワーポイントが必要ということは多いと思うので、まあ、ホーム&ビジネスを買っておけば間違いがないと思います。あと付け加えて言うなら、オフィスにはバージョンがいくつかあるんですけども、最新版は2021というものです。1個前の型落ち版であれば2019というものを搭載した製品もありますが、まあ、そんなにね、機能的な差っていうのはないので、まあ、型落ちの2019バージョンでも問題はない気はします。まあ、オフィスに関しては後からインストールっていうこともまあできるっちゃできるので、詳細に関しては PC を選べるようになろうの後編をご覧ください。それではですね、マイクロソフトオフィスを搭載した PC で、まあウェブブラウジング中心、まあそんなに多く使わないかな人向けの価格帯に関しては、最安でまあ7万円台ぐらいからですね。ただですね、こちらマイクロソフトオフィスパーソナル搭載の PC とかあったりするので、先ほどお伝えしたようにパワーポイントが必要かどうかって言ったところでも、このオフィスが付属してるからこれ安いな、いいなっていうところではないという点についてはご注意ください。
それではですね、トラさんなら何を選ぶかなといったところで、まあ、ちょっとレノボばっかり続いちゃって申し訳ないんですけども、やっぱりいろいろ見た中でもレノボが一番良かったなっていうところで2機種選定をしています。一つはアイデアパッドスリム550の AMD Ryzen 3 5300U 搭載 PC です。まあ、先ほど紹介しているのでもあんまり詳しいことは言いませんが、こちらに関してはマイクロソフトオフィスのホーム&ビジネスが付属しているパソコンになっているので、パワーポイントも使えて、まあ、大体7万7000円。から買えるということで、まあ、安くてそこそこいいパソコンが欲しいということであれば、まあ、これぐらいの製品がおすすめかなと思います。右側の、IdeaPad Slim に関しては、15.6 インチ版ということで、この左側の PC の画面大きい版というイメージです。それではですね、 Microsoft Office が付属したパソコンでかつ Web ミーティングとか、まあ、快適に使えるぐらいの性能欲しいという人向けの価格相場ですね。この辺見てもらうと、実は Ryzen 3や Core i3 搭載 PC とあまり差額がないことがわかると思います。まあ、だいたい8万5000円前後ぐらいからラインナップされている感じです。まあ、なので将来的にね、長く使っていきたいとか、そんなにしょっちゅう買い替える予定がないということであれば、まあ、この辺のね、価格帯まで予算上げてもらった方が実はコスパは高いかなというふうに思います。一方ですね、Microsoft Office の2019を搭載した型落ち PC であれば、ちょっとだけ値段安く買えたりっていうこともありますので、まあ、この辺に関してはですね、予算に合わせて選んでいただければそれで良いと思います。じゃあ、トラさんだったら何選ぶかなっていうお話なんですけども、左に関してはデルのインスパイロン14を選定しました。マイクロソフトオフィスが付属したパソコンで、かつ性能がそこそこいいものであれば、デルの製品っていうのは結構おすすめだったりします。CPU に関しては Ryzen 5 5500U ということで、ヘキサコア CPU が搭載になってます。実はですね、私の友達がパソコン何がいいかっていうのを迷っていて、まあ、インスパイロン14のこの製品をおすすめしたら、買ってましたね。で、その買った製品を私がちょっとね、設定させてもらって、実際触ったこともあるんですけども、まあ、画面の縁もとにかく狭くて、キーボードの打鍵感もね、そんな悪くなくて、画面の発色も綺麗でということで、かなり良かったです。この辺の PC だとね、結構いろんな人におすすめできるなと個人的には思いました。まあ、ただ Wi-Fi 6がついていないとか、そういった細かいところはありますので、まあ、その辺はね、好みに合わせて選んでいただければと思います。で、もう一つ私がおすすめしたいのが、マイクロソフトの Surface Laptop 4ですね。Surface に関しては、マイクロソフト公式ストアで買うと、学割を使うことができます。こちらのパターンはですね、Intel Core i5 でメモリ 8GB、SSD512GB 搭載 PC で、16,148円割引することができるということで、まあ、ギリギリ15万円以内で、収まる形で、Surfaceをね、買うことができるので、まあ、こういった学割を併用するっていうのも一つ手だと思います。Surface をおすすめするポイントとしては、やっぱりスタイリッシュでおしゃれなデザインであるということ。あとね、画面サイズもね、そんなにめちゃくちゃ大きいというわけではないので、持ち運びを良くする人にはかなりおすすめです。あとね、Surface に関しては画面がね、結構正方形に近い形をしています。何が言いたいかというと、画面がね、こちら左のインスパイロンなどのノート PC よりも上下に広いので、Excel とか Web ページを閲覧するときに画面の広さがよりこちらの方が広く表示することができます。まあ見やすいんですよね、表示が。っていったところで、大学生、であれば特にサーフェスっていうのは私個人的におすすめですね。あとはメモリとか SSD といった容量が細かく、スペック選ぶことができるのもポイントなので、まあ、予算に合わせて選択いただければと思います。はい、続いてはですね、スマホのバックアップとか、まあ、iPhone をね、iTunes 使ってバックアップ取りたいとか、また写真とか動画をパソコンで1台で管理したいという人向けの選定となります。まあ、価格の相場っていうのはもうちょっと出さずに、トラさんならこれ選ぶかなっていったところをちょっと2台おすすめ出してますけども、1台はですね、Asus の ZenBook というノート PC です。サイズが 13.3 インチなので結構持ち運びメインなパソコンになってますけども、SSD が 1TB搭載になってます。ただ値段がね、結構15万近いのかっていった感じだと思うんですけども、 CPU がですね、 Intel の Core i7 搭載のものになってます。 Core i5 とかね、 Ryzen 3 5ぐらいでいいかなと思ったんですけども、大容量 SSD 搭載の PC っていうのは CPU 性能が結構高いものしかもうラインナップにないん
ですね。なので必然的に値段も上がっちゃうということで、まあちょっとこの辺ね、本当にパソコン1台で済ませる必要があるのかっていうのはちょっと考えものですね。で、もう一つの選択肢としては、ドスパラとか NEC とかノート PC をね、細かくカスタマイズして発注ができるような、メーカーであれば、 SSD と HDDとか SSD を2台とか、そういった構成を取ることもできるので、SSD プラス HDD の構成であれば結構価格もね、安く、10万円以内でね、この場合であれば、買うことができるというものもありますので、まあ、こういったねカスタムをして自分にね、適したスペックにしていくというのも一つ手だと思います。で、先ほどはですね、パソコン1台で済ませたい人向けのお話でしたけども、それよりも安くとにかく済ませたい、容量を拡張したいということであれば、外付けハードディスクという選択肢を取った方がいいと思います。左側のね、据え置きタイプであれば、まあ、安くて大容量な製品が多いので、こちら 4TB のハードディスクなんですけども、1万円を切った価格で買うことができるというところは特徴となってます。ただですね、電源が別になってしまうので、持ち運びということはあまり考えない方がいいです。じゃあ外でも外付けハードディスク使いたいということであれば、こういったポータブルハードディスクといったものが選択肢に入ります。据え置きタイプよりは、コスパはちょっと下がっちゃいますけども、 USB ケーブルで接続をするだけで電源供給までできちゃうので、ケーブル1本で、データ転送ができちゃいます。まあ、ただね、ハードディスクなので衝撃などには弱いです。まあ、そういった衝撃に強い製品を求めるのであれば、 SSD のタイプのものもありますので、まあ、ちょっと価格帯は上がっちゃいますけども、そういったものを合わせて購入するのもいいと思います。続いてはですね、お絵かきをしたいとか、タッチ入力したい、ペンで操作したいといった人向けの選定でございます。スペックに関してはですね、別にタッチができるから高性能なものっていうのは全然必要はないです。なのでスペックの選び方については、前のスライドを参考にしてください。どちらかというとですね、パソコンのスタイル、こちら3種類大きく分けるとあるんですけども、この辺を選ぶ基準にした方がいいと思います。キーボードはね、カバー型でいいということであればこれでいいですし、ノート PC としてもタブレットとしてもまんべんなく使いたいということであれば、コンパーチブル型、要はモニターの部分回転するものですね、であればいいと思いますし、まあちょっとサーフェスブックとか、ちょっとあまりこのパターン採用している製品はないですけども、セパレートタイプということで、もうキーボードと本体が完全に分離するような、形のもの、大きく3つありますので、まあ好みに合わせて選んでください。ということで、トラさんなら何を選ぶかなというところで2機種選定をしました。左側がレノボのヨガシリーズですね。こちらはコンパーチブルタイプとなっていて、こちらね、ペンが付属していて、この値段ということでコスパは高いと思います。あとね、このヨガ660の、ちょっと面白いというところは、ちょっとこの写真では見えないんだけども、このノート PC のこの画面の裏側、天板ですね、天板がファブリック布の素材が使われているということで、お、これ面白いなということで1個選定をしています。まあ、性能とかもね、Ryzen 5 5500U 搭載で申し分ないスペックですね。もう一つに関しては Surface Pro 8を選定しました。私個人的な印象としては、絵を描く Windows PC ならもうこれ一択かなというふうに思ってます。ただですね、タイプカバーとペンっていうのがそれぞれ別売りになっていて、額割を使うことはできますけども、やっぱそれでも高くなっちゃうというのがちょっとネックですね。ただ性能は高いですし、画面もめちゃくちゃ綺麗でいい発色してますということで、大学生とかは特にサーフェスがおすすめですね。まあ、ただね、値段帯がどうしても高くなっちゃうので、型落ちのプロ7を狙うというのも一つ選択肢としてありだと思います。実はですね、私サーフェスプロ8を実際に購入して使っていたりします。メインはデスクトップ PC なので、まあどっちかというとサブ用途なんですけども、まあやっぱりね、ペン入力とかタッチ入力したいということであれば、サーフェス一択かなということでこちらを買ってます。あとね、こんな筐体サイズなくせに Core i7 でメモリ 16GB でといったハイスペック構成を選択することもできるので、まあお値段はね、結構いい値段するんですけども、まあそれでもね、私って個人的には買って後悔は全くないです。で、私自身大学生だった時に Surface Pro 4を使ってたんですけども、ルーズリーフの代わりとして講義ノートを Surface と OneNote を使って撮ってたので、大学生であれば Surface Pro シリーズはかなりおすすめだったりしますね。まあ、Surface Pro 8気になってる人は詳細なレビュー2本アップしてますので、ぜひそちらご覧いただければと思います。
はい、ここからはですね、ゲーミング PC とかそういったところのお話をしていきます。正直ね、ゲームをしたいからどんなパソコンがって言われても各ゲームの推奨スペック見てくれって話になるので、ここでは結構広く浅くお話をしてます。CPU についてはインテルなら Core i5 か 7、 AMD でも Ryzen 5か7搭載の CPU が、まあ、必要かなと思います。グラフィック GPU についてはもうマジでゲームによるので何とも言えません。メモリーと SSD についてもゲームによりますけども、まあ、快適にプレイするならまあ最低限これぐらいは必要かなというふうに個人的には思います。でね、GPU のお話については PC を選べるようになろうの後編の最後の方で解説しているので、まあ、詳細は端折りますけども、大きくね、 NVIDIA の GeForce と AMD の Radeon という2ブランドが、存在します。でそれぞれ製品が、ラインナップされていて、数字が上がれば上がるほど性能も上がりますけども、お値段もその分上がりますということで、まあ、この辺がちょっとバランスを見ないといけないところになります。ということでね、まあ、万人向けに紹介するならということで2機種ピックアップをしてます。左側はレノボのレギオン560というシリーズになります。まあ、どっちかというとね、ゲーム初心者、まあ、もしくは入門機というような意味合いかなと思いますけども、グラフィックに関しては GTX1650 搭載ということで、めちゃくちゃハイスペックなグラフィックではないんですけども、Apex とか Fortnite といった、まあ、ライトなゲームに関してはまあ、問題なく動くぐらいのスペックですね。まあ、10万円ぐらいでね、ゲーミング PC 買えるというふうに考えれば、スペック的にはかなり激安だなと思います。で、もう一つ、こちら、Dell の G15 を選定してます。こちらね、Ryzen 7 5800H というね、オクタコアの、CPU を搭載していて、かなり性能は高いものなんですけども、グラフィックに関しては、GeForce RTX 3060が搭載になっていて、かなり性能は高めな感じです。まあ、一通りのね、いろんなタイトルを、まあ、そんなにね、不快感なく、そつなくプレイするということであれば、最低限でも RTX3060 以上は必要じゃないかなと個人的には思うので、まあ、とりあえず何でもプレイしたいということであれば、これぐらいの製品は必要だと思います。ディスプレイに関しては 120Hz のヌルヌルした描画に対応しているので、FPS ゲームなんかをする人には特におすすめだったりします。それで14万切ってるならね、かなりお買い得だと私は思います。でね、じゃあとにかくノート PC で重量級のゲームをしたいとか、最高品質でプレイしたいという人に関しては、GeForce RTX3070 以上を搭載の PC っていうのが、まあ必要になってくるかなと思います。まあ、そうなってくるとですね、まあ20万円前後ぐらいはね、パソコンにお金かかってくるので、まあちょっとね、高い印象は出てくると思います。こちら ASUS のタフシリーズですかねに関しては、ディスプレイ 240Hz の超ヌメヌメモニター搭載ということで、 FPS ゲームのような画面がね非常に激しく動くようなゲームに関してはリフレッシュレートの高いモニターがおすすめです。まあ、正直ね、この辺のスペックまで行くんだったらもうデスクトップ PC 買った方が絶対コスパいいなと思うので、まあ、ノート PC でそんだけゲームしたいのであれば、まあ、これぐらいって感じかな。はい、じゃあ続いて動画編集ですね。まあ、動画編集に関しても各編集ソフトの推奨スペック次第になってくるので、まあ、なんとも言えないんですけども、動画編集は結構 CPU の性能っていうのが必要になってくるので、まあ、インテルなら Core i7 か Core i9、AMD なら Ryzen 7か Ryzen 9 の CPU がおすすめとなってます。で、グラフィックに関しては、まあ、GPU の支援が使えるソフトでないとあんまり意味はないんですけども、まあ、プレミアプロとか、ダヴィンチとか、そういった製品を使うことを前提でお話しすると、まあ、フル HD で、まあ、そこそこ、まあ、ちゃんと動けばいいかなぐらいであれば、GeForce の MX450 以上ぐらいあれば、まあ、最低限いいかなと思います。でね、フル HD の動画編集で、書き出しも結構快適にしたいということであれば、まあ、最低でも RTX3050、まあ、もしくはこれに準ずる性能のグラフィックが必要になってくるんじゃないかなと個人的には思います。メモリに関しては 16GB 以上が欲しいところですが、まあ、できれば 32GB 以上あれば安心です。ストレージに関しては、まあ、動画の素材とかそういったものを保存しておく必要が出てくるので、まあ、この辺の容量に関してはどれだけの動画のボリュームをね編集したいかで選んでください。
まあ、ということでね、エヴァンに向けにこの辺のスペックかなっていうのをまあご紹介する程度になりますけども、2機種選定してます。一つがですね、MSI の PC なんですけども、まあ、動画編集初心者入門機にはこちらかなと思います。グラフィックはですね、MX450 搭載ということで、まあ、ライトなフル HD 動画の編集であれば、こいつだけでもね、問題はないかなと思います。メモリは 16GB、SSD は 512GB 搭載で、まあ、容量に関してもね、特に問題ないかなと思います。まあ、ただね、こちら Core i7 とは書いてるんですけども、そんなにめちゃくちゃ高い CPU 性能を誇ってるわけではないので、まあ、ちょっと物足りなくなっちゃうかもしれません。で、もう一つ、快適にフル HD 動画とか編集したいということであれば、まあ、こちらドスパラが出しているノート PC ですけども、これぐらいは必要かなと思います。CPU は Core i7 でも、まあ、ちょっと性能がね、左側の製品よりは高い 11800H というね、オクタコアの CPU を採用していたり、グラフィックには GeForce の RTX 3060が搭載となっているので、書き出しもそこそこ期待できるかなと思います。まあ、これだけのスペックが搭載になっているので、ゲームとかも結構快適に動くと思います。でね、メモリ 32GB、SSD1TB 搭載で、お値段が20万円弱ということで、まあ、ノート PC で動画編集を快適にしたいということであれば、結構ね、お金積まないといけないということが、まあ、ちょっとネックだったりするね。はい、じゃあここからはもうちょっとね、お遊びみたいな感じなんだけども、まあ、4K 動画とかバケモン級のね、動画を編集したいということであれば、これぐらいの値段になりますというお話です。両方とも ASUS の製品を選定しましたけども、左側がログシリーズですね。まあ、デスクトップ PC のブランドでも結構、ログシリーズ有名ですけども、まあ、4K モニターが搭載になっていて、CPU はね、Ryzen 9 5900HS。で、グラフィックに関しては RTX 3080ということで、ね、ゲームもかなり快適に動くようなスペックなんですけども、まあ、4K 動画を編集するならこれぐらいのスペックは欲しいところですね。まあ、4K 動画の編集するなら、まあ、デスクトップ PC の方が絶対いいとは思いますけどね。はい、で、もう一つ、もうこれはね、完全にちょっと私個人的に、おー、すっげーと思ってラインナップしたんですけども、ASUS の ZenBook Pro というシリーズですね。一つの筐体なのに、ディスプレイがデュアルになってるというのが、変態チックでいいなと思います。ディスプレイ自体は 4K モニターなんですけども、下にもハーフサイズの 4K モニターがついてるということですね。CPU はインテル Core i9-11900H で、グラフィックは RTX 3080ということでね、かなりハイスペックです。デュアルディスプレイになっている関係で、キーボードとタッチパッドの位置がちょっとね、普通のノート PC とはおかしな場所についてるんですけども、これ実際実機を触ってみたんですけどもね、ここにタッチパッドあるのはね、結構使いやすいなというふうに思いました。まあ、この値段出すんだったら MacBook の M1 Pro とか M1 Max 搭載のやつ買った方がいいんじゃないかなともちょっと思うけども、まあ、Windows でね、ゴリゴリクリエイティブなことしたいなら、まあ、これぐらいの値段は必要になるという感じです。まあ、ここからは用途別というよりは、まあ、スペック別ということで、いくつか PC をピックアップしてます。まずはですね、バッテリー持ちがとにかくいいパソコンが欲しいということで、2機種を選定してますけども、一つが LG のグラムというシリーズです。高照値37時間バッテリーが持つということで、実測ではまあ10時間ちょっとバッテリーが持つらしいです。重さもね、ギリ1キロを切ってるということで、持ち運びがね、多い人に関してはかなりおすすめです。まあね、これでね、高負荷な処理をずっと続けるなら、さすがに10時間バッテリーを持つことはないと思いますけども、まあ文章作成とかライトなものであれば、それぐらいバッテリー、まあ1日ね、バッテリーを持つんじゃないかなと思います。もう一台、こちら、ASUS のエキスパートブックというものを選定してます。まあ、ちょっと発売日が古いっていうのはありますけども、こちらもね、実測で約9時間バッテリーが持つということで、まあ、性能面ではこちら LG のグラムの方が性能は高いことは高いんですけども、まあ、値段帯はね、LG よりも安いというところもありますと。あと、こいつの面白いのがね、こう、マウス操作をするタッチパッド、こちらにね、点キーを表示させることができるという面白機能がついてるので、画面サイズがね、そんなに大きいわけではないですけども、点キーも使えるという、ちょっと変わったパソコンということで、こちら2機種を選定しました。続いてはですね、とにかく軽いパソコンが欲しいという人なら、もうこれ一択かなと私個人的には思います。富士通の FMV ライフブックというシリーズですけども、画面サイズ 13.3 インチで、なんと 634g しかないです。重さが武蔵です。
これね、実際私山田電機に行ってね、これ持ってみたんですけども、いやマジでこれおもちゃかなみたいな、もう中身なんもスカスカじゃないみたいなぐらい軽くてですね、びっくりした記憶があります。今回ね、こちら選定してるのは Core i7 で 16GB メモリーで Office も搭載してるというね、かなり快適スペックなマシンで、まあ、20万円ぐらいになってますけども、まあ、Core i3 で SSD128GB の最安構成であれば、まあ、10万円ぐらいから買うこともできるので、まあ、幅広くね、選べる余地があるっていうのはいいなと思います。はい、続いてはですね、サーフェス以外でおしゃれなデザインのパソコンってなんかないかなっていう風に探したところ、これだなという風に選定をしてます。 HP のスペクトル X360 という製品です。こちらね、2020年発売なんですけども、グッドデザイン賞を受賞した製品になってます。 CPU もですね、 Core i5 と7モデルを選択することができます。今回選定してるのは Core i5 モデルですね。で、カラバリも2色展開になっていて、ゴールドでね、この加色がめちゃくちゃおしゃれだなっていう風に思います。でね、このノート PC なんとコンパーチブル型のノート PC なので、画面をねくるっと回転させればね、タブレットにも変形するというね、素晴らしい製品です。で、ペンも使えて、スピーカーもね、結構いいスピーカーが搭載されていて、で、プラスね、顔認証と指紋認証のデュアル生体認証が搭載で、さらにキーボードのね、キーをピッと押すだけで覗き見が防止できるプライバシースクリーン機能もついてるということで、これで 139,800円は正直めちゃくちゃ安いなっていう風に思います。あとね、 5G 対応モデルもあるらしいので、まあ、外でねテザリングとかせずに、通信したいということであれば、 5G 対応モデルっていうのも選ぶことができます。いや、個人的にはね、この PC 結構いいなっていう風に思いましたね。サーフェス買ってなかったら私これ買ってたかなっていう風にちょっと思うぐらいいいなと思いました。はい、ということでね、様々いろんなパソコンをご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。以上でね、パソコンの選び方徹底解説の企画動画全3本、終了でございます。3本全部見ていただくとかなりね、ボリューミーな動画になっちゃってますけども、まあ、ためになったと思っていただければ、高評価とかチャンネル登録とかしてもらえれば、私のモチベーションが上がりますので、ぜひよろしくお願いいたします。他にもね、こういったパソコンの動画とか、それ以外の動画もね、気ままにアップしてますので、ぜひ見てみてください。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。